はい、先生こんにちは。こんにちは。12月の11日から満を持して第2回、はい、北お盆炭麗子展ということで柳田路で開催するんですけれども、はいはい、先生フランスからわざわざ来ていただきまして、はい、2週間の自粛期間も経て、はいはい、今回来ていただきました、はい、まずは先生の展覧会に対する思いをお聞かせください。はい、ありがとうございます。こうしたあのコロナ禍の大変な時に、いろいろなものが、できなくなったり、外出も禁止されたり、そんなあの大変な中ですね、あの予定通りに私の展覧会ができるっていうことに関して本当に私はあのラッキーだと思ってますし、こうしてあの変わらずに、発表の場を、開いていただいた柳田路さんにもとても感謝しております。で、この今回の前回2年前ですけれども、あのイソップ物語というのをテーマにした作品を大半を占めてたんですけれども、今回はその続きを少し入れて、イソップ物語シリーズを5点ばかり、そしてまたあの次の、まあ、時が時代が変わっていくとやっぱりあの考えも少しずつ変わってきて、今回また新しいシリーズを作ろうかなって思ってやり出して、そのまず手始めみたいなものがそのギリシャ神話シリーズですね、それが2点ですけれどもあります。でその他はあの常に昔から培ってきた私 の、 あの生物画、まあ、面白おかしく描いたものもありますし、そういったものをね、主に描いてあの作品発表しておりますので、ぜひ、見にいらしてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、作品はねもう日々動いているということで、まあ、世の中と環境と合わせて先生もいろんな考え方が、変わってくるんだと思うんですけれども、まあ、せっかく、ね、フランスからいらっしゃってるので今のちょっとフランスの事情なんかも教えていただけますか。そうですね、あのフランスはあの皆さんご存知の方多いと思うんですけれども、もうあのだいぶ前、前回の展覧会の時に始まったそのデモの運動ですね、それがあの黄色いベスト運動というのが毎週土曜日ありまして、それがもう1年以上続きまして、でパリのシャンゼリゼ通りとかそういったメインのところをだいぶ破壊されました。で、それがまあ下火にならないかなったかならないかというところで、今度はあのフランスの大規模な交通機関のストがありまして、もう2ヶ月全く交通機関がこうほとんど動かないっていう状況がありまして、みんなあの歩いて通ったり自転車で通ったり大変な時期にありました。でそれがまた終わった頃にですね、このコロナがやってきたんですね。で、このコロナがやってきてまた同時に最近イスラム教のね、過激派のテロなどがまた再発してきました。まあ、その2年前以上にも随分テロ事件があって、大変だったんですけど、まあ、こんな状態でもずっと絶え間なく困難な状態が、ね、続きまして、皆さんフランス人はもう相当疲弊してしまいまして、もう疲れ切ってて、どちらかというとやけくその方が多いんじゃないかと思うんですけれども、そんな中でこのコロナ禍を迎えて、しかもですね、まあ、フランス人っていうのは大体昔からはおしゃべり好きなんですね。もうおしゃべり止めると病気になるくらいに、おしゃべり好きなフランス人がこういう制約を受けて、そしてさらにその昔からの古い歴史的な生活習慣からですね、なかなかコロナをこう止めるっていうのはかなり難しいんじゃないかなという状況にあります。はい、ただそういった中でもね、さすがやっぱりフランス人機転が利きますから、その自分なりに、規制ね、法律ギリギリのところで皆さん楽しんでるようにも思います。ありがとうございます。本当先生にはね、フランスと日本の架け橋という意味も含めまして、まあ、いろんなことを私たちも勉強させてもらってるんですけれども、そうですね、最後の質問なんですけれども、先生この絵画を通してね、この柳画廊に来てくださる皆様、あとこのボンタン先生の絵を見てくださる皆様に何かメッセージがありましたら教えてください。はい、はい、
そうですね、まあ、こんな時でありますけれども、そしてこんな時であるからこそこういったね YouTube を通して皆さんに発表させていただくという手段を通してですね、ぜひ皆さんに見ていただいて、でやっぱりまあ、YouTube も素晴らしいね、このコロナの期に適した手段とはいえ、やはり本物を見ていただくっていうのは心の通い方も違いますし、そういった意味で外出できる方はやっぱりこの YouTube をこの参考にされてですね、ぜひね、お越しいただければ嬉しいと思います。こちらでもコロナ対策で完全にねしてますし、こちらの画廊かなりゆったりしたスペースので、こう立ち止まってね、見たりすることもできるでしょうし、やはりこんな時期ではありますけれども、心と心のこう通じ合うね、見ていただいて、なんていうんですか、こう共感してねいただけるようなね、ことがあれば、共鳴共感ということで、それが私たちのその生活の中のこう営みにね、組み込まれまして、そういった心の通じ合うものが、波紋のようにねこう広がって、そして、やはりこれやっぱり全て根本っていうのは、いろいろ細かいことありますけれども、大まかに言ってしまうと全てが心の問題で動いているような気がします。でそこでですから、やっぱりちょっとこう離れて、そういった日常を離れて、心をね取り戻す、そういったご一助にねしていただければ嬉しいと思います。はい、ありがとうございました。柳木画廊は3密には決してなりませんので、はい、ぜひこの YouTube 見た方にも実物見ていただきたいと思ってます。今日は先生ありがとうございました。